待っていてくれ、すぐに。今のお前によそを案じる暇などない。お前は何者だ？なぜ木の葉を狙う？俺のことを聞いてどうなる？お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。これで九尾はお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ九尾を引き離すとはな。だが九尾はいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど、今。